麦麦小麦ちゃんだかい。萌え今日は私のゲーム買ってくれてありがとね。お礼にお届けサービスしちゃう。にゃんてにゃ。期待した人は残念じゃ。世の中そんなに甘くないのだよ。このゲームはみんなが私になって世界を守ったり恋をしたり宇宙を冒険したりロボットに乗ったりパズルしたり魚を釣ったり内容盛りだくさんのゲームなのだ。まあ一旦大げさに言っちゃったけどみんな最後まで楽しんでいってね。私からのお願いだぞい。それでは早速ゲームスタート。大丈夫だった。萌え早くしないと遅刻する麦。萌え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 。こら麦まれ、のっけから何変なこと妄想してるの。萌え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 。麦ちゃんのゲームが出るって聞いたから多分こんな感じじゃないかなって想像してみた。麦萌えどう麦かもう完璧。麦萌え萌え萌え全然違うっていうかまだ内容決まってないんだから。でもゲームが出るのは決定してる麦ね。萌え萌えうんほら私のファンってアニメとかゲーム好きな人がいっぱいいるでしょ。前からリクエスト多かったんだ。萌え萌え。そうしたらゲームメーカーさんからうちで作らせてくださいって言われてさ。萌え萌え。もう私もシロちゃんも大喜び。萌え萌え萌え。はあ、どんなゲームになるのかにゃ。楽しみだにゃ。萌え萌え。僕はやっぱり萌え萌えでウハウハなゲームがいいのに。小麦ちゃんのウハウハなシーンなんて見たって誰も喜ばないのにね。テレビの前のみんなもそう言ってるもんよ。萌え言いたいことはそれだけか。萌えエロウサギ私はそんなゲームに出るつもりはない。萌えおかしい。本当のこと言ったのになんで怒られるの。萌えBye.
一人。麦ちゃんのゲームか。確かに今まで出なかったのが不思議な話よね。でしょでしょ、私も企画から参加させてもらえるんだ。萌え萌えってことは、小麦ちゃんお好みのゲームを作ってもらえるってわけ。すごいわね。萌え、えへへ。とりあえず今回はドリステオンリーだけど、売れたら他の機種に移植するかもって話なんだ。萌え、それに売れたら当然印税とか入ってくるし、キャラクターグッズだって出ちゃうかも。萌え、にゅーはははは、いっぱい売れるといいにゃー。萌え萌え、はっ、どうせすぐにワゴンセール980円に値下げよう。あんたのゲームなんか売れるわけないもんね。めぐみさんじゃありませんか。やきもちとはみっともないですにゃ。萌え、違うわよ。最近はゲーム全体の売り上げも下がってるし、冷静に考えた上での結論よ。萌え、そうね、今時ゲームで人儲けなんて夢みたいな話あるわけないし。萌え、こら、夢も希望もないことを言うな。だったら、売れるようなゲームにすればいいんでしょ。萌え萌え、ま、そういうことだね。萌え、だったら、同じ事務所の人間としてみんなも考えてよ。萌え、どんなゲームにしたら売れるか。難しいわね。萌え、売れるゲームなんて簡単に言われても。萌え、じゃあこんなのはどう？萌え、やっほー、萌え萌え、いい子たちは私の魔法でやっつけちゃうぞ。萌え萌え萌え、っていう感じで小麦ちゃんが魔法使いになって悪い人たちをやっつけてくゲームはどうかな。萌え萌え、どうっていうか、それ実話だし。萌え、実話？萌え、あ、いやいや、なんでもないない。わははははは、萌え萌え、危なかった萌え。萌え、ま、それはそうとして、他にはないか。萌え、そうね、子供向けのゲームもいいけど、一般にも受けるゲームの方がいいんじゃない？萌え、ほほう、めぐみにしては珍しくまともな意見ですな。萌え萌え、うっさーい、聞きたくないなら言わないわよ。あ、ごめんして、教えてよ。
あんたの意見を聞こうとしたら、萌え、私がバカだった。萌え、ルナはなんかないか。萌え、萌え、まあ、潜れた時も楽しそうだけど、やっぱりもう少しゲーム性を出した方がいいんじゃない。萌え、ほほう、これまたまともな意見だにゃ。萌え、例えば、最近流行りのガンアクションも取り入れて。萌え、萌え、ゲゲゲゲゲゲ、ストレスも発散できるし、結構売れるんじゃない？萌え、萌え、あんたたち、真面目に考える気、全然ないでしょ。萌え、何言ってるの？真剣そのものじゃない。萌え、萌え、そうそう、せっかく考えてあげたのに、その態度は何よ。何がため楽な話じゃ。萌え、の意見は一切聞かん。萌え、萌え、ねえねえ、ちなみにミゴさんはどんなゲームがいいと思います？萌え、俺か、そうだ、萌え、うわ、待ってました、シロちゃん。やっぱ私の味方はシロちゃんだけだよ。萌え、小麦をゲームにするとしたら、萌え、例えば、こんなありがちでラブラブで萌え萌えなやつなら、小麦でも多少はいけるんじゃないかと。萌え、さてと、仕事仕事。午後からドラマの撮影か。台本読んどかなきゃ。萌え、雑誌の撮影行ってきます。シロちゃん、最低だよあんた。男の夢と希望をバカにするね、むぎ。萌え、萌え、シロちゃん、妄想に浸ってないで、そろそろ行こうよ。これからゲームの打ち合わせでしょ。萌え、萌え、来たむぎ。そうだったな、じゃあ、行くか。萌え、あいさー、萌え、萌え、萌え、おはよう。毎度、中原小麦とマネージャーがゲームの打ち合わせに参りました。誰も出てこないね。作るのって大変なんだね。
。わざわざご足労いただきましてありがとうございます。萌え、我々が今回のゲームのプロデューサーです。よろしくお願いします。萌え、萌え、こっちこそよろしくなのだ。萌え、萌え、萌え、ええ、それはもちろん。じゃあちょっと車内を案内しますね。こっち。萌え、萌え、萌え。お、ゲーム会社なんて初めてだからなんか面白そう。萌え、発売前のソフトとか限定グッズとかもらえたりするの。萌え、てめえは見境のねえオタクか。おえ、こっそり万引きとかするんじゃねえぞ。おえ、力残ってるよ。レッドする麦。残ってるけど、レッド麦、成功麦。やっぱり悪いことはしちゃダメだよね。おえ、私アイドルだもん。おえ、おえ、あ、おえ、そうだな。欲しいのか。萌え、こちらが開発チームの机です。萌え、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 気にしないでください。見なかったことにしてください。おい、社員一同お前の大ファンらしいな。そうなんだ。少しぐらい取らせてやるか。内容についての話なのですが、社内の方でいくつか考えてみましたので、中原さんたちのご意見を聞かせてください。はーい。どんなゲームかにゃ。まず最初に、中原さんが実は魔法少女だったという設定のアクションゲームです。考えるんだ。ああ、その意見は先ほど却下されました。そうですか。魔女っ子のコスプレなんかよく似合うと思ったんですが。では次のアイデアですが、中原さんを使ったガンアクションゲームです。力の限りレッド麦、レッド麦、成功麦。おう、どう、その意見も先ほど却下されました。では次に、中原さんをヒロインにした恋愛シミュレーションゲームというのはどうでしょうか。恋愛シミュレーション。中原さんは先日、朝ぶつかってみたい女の子第1位になったじゃないですか。ですから、中原さんをヒロインにしたありがちなラブラブで萌え萌えの学園ラブコメをと思いまして。萌え、萌え、萌え、感極まった。どうして男はみんな同じことしか考えつかんのじゃ。萌え、
落ち着いてください。中原さん、冷静になって、もう一度学校練り直しますから。する予定なのでしょうか。まずはフルアニメーション&フルボイスは必須。それからオープニングとエンディングは当然私が歌います。まあそれぐらいは普通の条件だな。で、肝心の内容を説明させていただきますと、ロールプレイングでアドベンチャーでシミュレーションでパズルもあって、シューティングでカーレースでアクションもあったりするゲームなのって。ですがそんなに盛りだくさんとなると開発費がかなりオーバーしてしまいます。先行投資だよ。このゲームが売れたらそんなにすぐに使えてるでしょ。取らぬ金庫はないか。開発時間もかなりかかってしまうと思うのですが。ひとむぎー。でも